泉が枯れるまであとわずか。そうなったらこの世界は。もう迷っている時間はありません。玉木、清らなる泉よ、代々の王を守りし神器よ。異界への道を開きたまえ。力持つ者をこの地に誘いたまえ。全ての邪妖は私が滅ぼす。はあ、参ったな。ああ。すまない。この世界は泉の奇跡の力によって繁栄してきた。もともとここは作物の一つも実らないほど荒れ果てていたらしい。歴代の王が三種の神器で泉の力を操り、世界中の祠に恵みを行き渡らせることで人が暮らせるようになったと言われている。だが前の王が亡くなった時、泉と祠はなぜか急激に力を失ったんだ。そして新たな王が戴冠の儀を行う間もなく、泉も大地も枯れ果ててしまった。もはや打つ手はない。諦めかけた俺たちに叔母上は古い言い伝えを教えてくれた。泉が力を失い世が滅びに向かいし時、異界の英雄降り立たん。英雄祠に斧が力を与え、泉を再び蘇らせ。英雄を導きし者、戴冠の儀を経て王となり、世に大いなる繁栄をもたらさん。泉に残された最後の力を使って、あなたたちはこの世界に呼ばれた。まあ実際に儀式をしたのはいとこの玉木だけどな。異界の英雄はこの世界に対して多大な影響力を持ってる。だからその力を祠と大地に分け与えてほしいんだ。泉と祠の間で
水脈を通じて正しく力が循環するようになれば泉も蘇るはず。それがオバウエの見立てだ。ずうずうしい頼みなのは百も承知だ。だがどうか世界を救うのに手を貸してほしい。そして俺と一緒に戦ってくれ。やれやれ。ああ。へえ。